このビデオにコンスタントテンションプールのことを説明したいと思います。コンスタントテンションプールというにはずっと引っ張り続くこと、運動式が他力をほとんどコンスタントテンションプール必ずやりますが、電動式と手動式が他力はコンスタントテンションプールはできるとできない場合ございます。なぜコンスタントテンションプールがとても大切というには、ガットはゆっくりに伸びます。引っ張る際に、引っ張るときにずっと引っ張り続かないとたるみ取りません。そうすると設定したテンションを引っ張って、設定したテンションになったら、まあ、一部の電動型張り機と手動式と同じようにテンションがロックして、それ以上引っ張り続かないとたるみ取りません。で、結局設定したテンションよりかなりテンションが落ちます。すぐテンションロスになります。ラケットがすぐ緩みます。少し使ったらすぐ緩みます。じゃあこれから、ストリングウェイの運動式型張り機のコンスタントテンションプールを、撮影します。一応これがポリガットで46ポンドを引っ張ります。でこれでテンションかけます。で、運動をよく見るとずっとゆっくりゆっくりって落ちてます。これがコンスタントテンションプールの効果です。ずっと少しずつ少しずつガットのたるみを取っていますので、結局46ポンドで設定しましたので46ポンドで終わります。手動式ガタリキの場合はその分のたるみは取りませんので、46ポンドで引っ張ってもすぐ46ポンド以下に落ちます。で、電動ガタリキの場合はコンスタントテンション機能がある場合は、設定したテンションになったらモーターが消えます。で、また緩んだらモーターが再起動して引っ張り続きます。で、また設定したテンションになったらモーターが消えます。で、モーターがずっと消えたり引っ張ったり消えたりついたり消えたりついたりしますので、まあ、こういう運動に近いようなコンスタントテンションプールできますが、とても不安定なコンスタントテンションプール、また電動型張り機の場合はオーバーシュートをします。設定したテンションより強めに引っ張ってから、設定したテンションまで落ちるまで少し待ってロックします。だから意外と引っ張りすぎたり緩くなったりとかしてます。ガッと引っ張るときに、この運動はずっと安定したコンスタントテンションプールしますので、全部たるみを取ります。なるべくガッと引っ張る際に、さっきと同じようにたくさん時間あげないと全部たるみ取れません。引っ張ってからすぐクランプをすると、まだガットのたるみは取ってない状態でクランプすることになりますので、気をつけてください。特にポリガットは時間かかります。ストリングウェイの運動式ガット張り機は調整なしでコンスタントテンションプールできます。他社のガット張り機の、運動式ガット張り機の場合は運動が平行より下か上に止まると、ストリンググリッパーでずっと調整しながらしないといけませんが、ストリングウェイが待機の場合は全く必要ありません。フンドが下までつかなければ大丈夫です。
コンスタントテンションプールがとても大事です。